よいしょと、はい、どうもショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を撮影している2週間前ぐらいですね、カンボジアに行ってきましたと。で、まあそこで綺麗な風景をお届けしようと思ったんですけども、ただそのマイクの設定をミスって音が割れてしまったっていう、うわーショックって、まあそういうことどうでもいいんですけども、まあその時に感じたこと、その行く前と行った後での、まあ、心境の変化ですね、まあ、タイトルでも内容出ちゃってるんですけども、まあそれについてちょっと喋っていこうかなというふうに思います。で、そもそもなんでカンボジアに行ったのかっていうことなんですけど、まず一つ目に優待情報があったから出てきたかなっていうのが一つですね。順番としてはまずはその貧しいところから始まって、徐々にそのなんかステップアップをしていこうとかですね、なんかその貧しいところ行って、先進国に行って、貧しいところ行って先進国行ってって、まあそのジグザグやっていこうみたいな、そういうなんかその計画っていうか、ざっくりした、こういうふうにやっていこうねみたいな話があったので、下上下の話じゃないんですけども、じゃあ最初は、ね、貧しい、じゃあカンボジア、東南アジアのカンボジアに行ってみようっていうことで、まあそこに行ったわけです。1日目の夜っていうのはそのあんまりこう風景っていうのが見れなかったんです。で、2日目になって、じゃあ、朝9時からもういよいよアンコールトムに行って、その後アンコールワット見ましょうみたいな、遺跡群ってを回ったわけなんですけども、その遺跡群を回るってなった時に、その地元の町とか通っていくんですよ、車でブーンって行って、そこで初めてあのカンボジアの風景、街並みっていうのを目撃したわけです。で、もちろん観光地化されているところっていうのはすごい綺麗でしたね。カンボジアもなんかもうどんどん進んでるじゃんっていうふうに思ったんです。ただそのちょっと脇道だったり、ちょっと離れたところ、ちょっと中心から離れたところになると、もう途端にカルチャーショックの世界でしたね。うん、あんまりカンボジアをディスりたくはないんですけども、ただちょっと感じたことは、ちょっとポイ捨て多くないみたいな、それはすごい感じましたね。遺跡にあるゴミに関しては、その地元の人じゃなくて観光客が置いてったゴミの可能性が高かったりするんですけど、ちょっと言葉上手く説明できない、もう言ったらわかるって感じなんですけど、まあ、とにかくこうゴミが結構目立つなっていう印象だったんです。まあそんな感じで思ってこう日本に帰ってきましたと。ネットで調べていたらですね、ちょっとある動画をちょっと目に入ったんですね。で、それがですね、こちらなんですよ。ちょっと見にくいと思うんですけど、別にこれカンボジアとかじゃないんですけど、違う国で、その海岸にゴミが漂流しまくっちゃって、なんかもうすごいですよね。ゴミが波打ってるみたいな、そういう状況になってるんですけど、そう、この動画にたどり着いたというか、な感じなんですね。で、まあシンプルにこうただごとじゃないなっていうのはなんか感じたんですね。ね、なんかショッピーさん意識高い系ですかみたいな感じで言われちゃうと思うんですけど、ここまで海がなってるっていうのはちょっと衝撃だな、なんか結構笑えないなっていう感じがしたんです。で、そこからなんかこう自分が出すゴミの量っていうのがやたらこう気になってきたんですよ。メルカリで頼んでいたものとかがですね、届いたらこういう箱、まあゴミとしてですし、あとはスーパーで買ってきたなんかそのチョコですね、あれ僕こうやってチョコ食べるのがすごい好きなんですけども、1個ずつこうやってなんか袋に入ってて、でそれこう食べたらこれゴミみたいな、で箱もゴミじゃないですか。まあ、強いて言ったらこういったこのビニール袋もまあゴミになるわけで、セーターなんですけど、セーターをクリーニングに出したんです。で、クリーニングに出して帰ってきたら、このビニール袋にまあ綺麗に入れてもらったわけなんですけども、これビリッて破いたらもうそれゴミになっちゃいますから、あとはこれカンボジアの余りなんですけど、コンパクト洗剤ですね。汗をかいて向こうで、じゃあ洗濯をしようってなった時に、この洗剤をペペってかけて、こうジャージャパーってやるんですけど、もう開けてピッてやった瞬間、もうその袋ってゴミじゃないですか。一瞬でゴミになっちゃうものが結構多いんだなっていうのは最近やたら気になり始めました。ゴミとは何かっていうことなんですけども、ウィキペディアさんから引用すると、物の役に立たずない方がいいもの、利用価値のないごまごました汚いものと。そうで、ネットでそのいろんな人の意見を聞くとですね、例えば袋で詰め替えられるものは詰める、お肉などの食品トレイはお店に回収してもらってと、まあ、基本的にそのゴミじゃなくてリサイクルに出す、リユースに出すっていう風なのがまず一つだと思います。例えば野菜の皮や葉など今までだったら捨ててしまうもの、干したり炒めたりしてなるべく食べきるようにしてます。シャンプーや洗剤などは詰め替えができる
るものを買い、資源ごみに出せるものは分別して出してます。一番効果があったのは余計なものは買わないでした。今まで買いすぎた食品等の、廃棄が少なからずあったので、予定外のものは買わないことにしました。節約できる上にゴミを減らすこともできるのでおすすめです、とという感じで、皆さんそもそもゴミを出さない工夫をしていたり、ゴミが出たとしたらそれはこうなるべく リサイクル、リユースに回すとかですね、いろいろ工夫されてるんだなっていうのがなんかすごい感じました。もったいない精神で物を溜め込むっていうのはものすごい、それはそれでもったいないと思うんですね。買うとしたら厳選して買うっていうことを、もっとこう強化してやっていこうかなというふうに思いました。そう、まあなのでチョコレートもこうゴミがなるべく出ないようなチョコレートっていうのを選べばいいんですよね。例えばもうこうやって一個一個こうくるまれてるようなこう高級なチョコではなくて、袋にこうチョコレートが入ってるだけみたいな、そういったものを選べればいいのかなというふうに思ったりですね。なんか自分の中でまだまだ工夫できることがあるなというふうに感じたので、なのでこうゴミにならないように買わないっていうことをちょっとこれから進めていこうかなというふうに思います。まあ、もちろんその買ってたくさん使ってボロボロにしてお役目ごめんで本当にありがとうっていう気持ちで手放すっていうことは、まあもちろんやっていくんですけど、そう、自分でも1日でこんなにゴミを出してるのかっていうのをなんか感じたので、なのでもうちょっと、ね、考えて物を買うようにします。カンボジアに行くまではもう一切そういうこと考えなかったです。でもカンボジアに行ってで実際にそのゴミが結構散乱してる現場とかを見て、っていう風にカルチャーショックを受けて、日本ってなんかすごく綺麗なところなんだなっていうのを思ったんですけど、もう僕すげえゴミ出してんなっていう風に思いましたし、なんかもうちょっとこうね、世界のためにっていうのなんかすごくカッコつけちゃってるみたいな感じなんですけども、ただその自分でもなんかできるようなことはないかなっていう風に考えた時に、ゴミを出さないためにも買わない、買う時にはその厳選して買うっていうのを、まあ、日々やっていこうかなという風に思います。で、まあこの動画を見てる人の中でも、そのゴミを減らすようにこういうことやってますっていう、そういうのがあったらコメント欄にぜひ書いてくれたら嬉しいと思います。今回はちょっとなんかその決意表明みたいな感じになっちゃいましたけども、以上です。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。環境問題ネタっていうのは結構昔から議論されてることだと思いますし、もう熱心な方って言ったらもう相当勉強してると思うんで、まあその方からしたら僕の意見ってすごい浅はかだとは思うんですよね。まあ、しかもその僕を捨てないっていう風に言ってるにもかかわらず、その今度引っ越しに向けてあの物を手放すっていう動画もちょっと出そうと思ってるんで、ショッピーさんめちゃくちゃ矛盾じゃないですかっていうふうに思うと思うんですけど、明日からもう今から行動ガチッと変えられるかって言われたら別にちょっとそれは難しいと思うんですけども、ただそのじわじわそういう意識をしていくだけでそのじわじわ変化していくっていう、まあそのね、あの法則みたいなのもあるわけなんで、カンボジアに行って自分の出してるゴミの多さをなんかちょっとなぜかこう自覚するようになって、もうゴミを出さないようにもう買わないっていう選択こうしようっていう、まあ今ちょっとその段階ですね。なのでこれからちょっとじわじわ行動変わっていくと思うので、またその動画の中で変化とかお見せできると思うので、はい、皆さんちょっと楽しみにしてくれたら嬉しいです。